しま、よろしくお願いします。では、さぬきでお会いしましょう、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。はい、では練習の方はね非公開なんで、映せませんけれども、これからさぬきの方へ私向かいたいと思います。行きまーす。はい、ジェネカンジェネ TV ナーです。今回はですね、私がサポートさせていただいておりますカターレ富山の、2024シーズン第2節ですね、香川県は丸亀市にありますピカラスタジアム、対戦相手が蒲田マーレ讃岐、こちらの試合の模様をお届けしたいと思います。試合の模様の後は月曜日に開催されましたカターレ富山のキックオフパーティーの模様も収めてありますので、ぜひ最後までご覧ください。前回の動画はねサポーターとして、アウェーの YSCC 横浜戦に行ったんですけれども、今回は、昨年に引き続きまして、荷物車の担当をさせていただいておりますので、トラックで現地へ向かっております。昨シーズンはね、4試合完全サプライで無償提供をこの自走リフトさせていただいたんですけれども、今シーズンは、7試合ですね。昨シーズンも八戸戦はお金をいただいてやらせていただいたんですが、価格はねカターレさん向けのスペシャルプライスですけれども、お仕事として今シーズンはご依頼をいただき、カターレ富山様ありがとうございます。試合前日に、練習場を出まして、一路ホテル経由で、翌日の朝に、スタジアムへ到着したところでございます。すげえ立派なスタジアムで、これ2万2千人ぐらい入るスタジアムだそうです。蒲田マーレ讃岐はね、去年までカターレ富山に在籍した大野洋平選手と川西選手が今在籍してまして、まあ、大野選手はね特に僕個人的にも仲良くさせてもらっていたんで、この日はね本当はイチャイチャしたかったんですが、まあ対戦相手なんで会っちゃうとね頑張れって言いたくなっちゃうんで、今回は会わずにこっそりお土産だけスタッフさんに預けて、それからね戦闘着に着替えてしっかりスタッフとして、応援とお仕事をしてまいりました。はい、今シーズンもですね制服を貸していただきました。ありがとうございます。去年のものとはね若干違うのはこのなんていうのかな、透かしみたいなのが入ってですね、よいしょ。はい、はい、では貸していただきました。今年もこのカターレ富山の、スタッフさんのね制服に身を包みまして、しっかりサポートさせていただきたいと思います。おはようございます。この日はですね朝8時にホテルを出まして、会場に着いたのは9時前ですかね、2時間ほどかけて荷物を下ろしまして、選手は試合開始の2時間前に着くのが大体通例のパターンですかね。で、選手たちをこのバス待ちとか出迎えまして、僕もね、ここは一サポーターとしてね、手を振らせていただきました。選手の皆さんね、明るい笑顔で、長距離の移動でしたけれども、人間がね、姿で会場にやってきてくれました。ナチとね、新しい通訳のガーブちゃんですね。最後はこの日は休みつくんでしたね。はい、この日もね、富山からたくさんのサポーターの方が駆けつけられておりました。各選手のね、オリジナルのゲーフラもね、いっぱい並んでましたね。これ選手に聞いたんですけどね、嬉しいらしいっすよ。自分のゲーフラがあると。ぜひね、皆さん、お気に入りの選手のゲーフラを会場で掲げていただけると嬉しいです。
はい、釜玉アレサヌキの選手の中に大野洋平選手、川西選手の姿も元気に見えました。このね、釜玉アレのスタジアムはゴール裏が芝席なんですけれども、ゴール裏は使わずにですね、このバックスタンドに両チームのサポーターが集まるようなスタイルでしたね。はい、でね、両チームの選手が入場をしてきまして、試合の方がこれから始まろうかというところでございます。カタール富山にね、在籍した川西選手、それから大野選手、こちらもね、スタメンでしたね。今年のね、カタール富山のサッカーは、僕の見た感じだと、この2トップターゲットになる選手をあえて2人並べるスタイルを確立していこうかなっていう感じなのかなと思います。去年のね、2トップの一角でした大野選手ね、このね、ユニフォーム見てね、やっぱ敵なんだなーってことを思いながら、まあ本当ね、怪我だけないようにね、頑張ってほしいですね。はい、で試合が始まりまして、前半戦が0対0、後半戦もこれ0対0で、スコアレスドローなんですけど、途中ね、雪が降ったり晴れたりとか、本当に目まぐるしい天気の中でしたけれども、まあ、両チームね、大きな怪我もなく0対0で試合は終わりました。僕ね、カターレ富山のね、スタッフとしてね、行ってますんでね、なかなかね、声掛けはできなかったんで、まあ懐かしい恋人に会う気分ですかね。川西選手、大野選手ね、ここから一生懸命、結構ね、ニアミスで手振ってたんですけど、大野さんの後で電話したんですけど、大野さんすみません、どこにいるか分からなかったっすつってね、はい、結構近くで手振ってたよって話したんですけどね、今度ね、ホームのね、富山戦ではサポーターとしていきますんでね、チームの応援はね、富山ですけれども、大野さんの応援もまたさせてもらえればと思ってます。ドライブね、ありがとうございます。なんでもブーム。プロステモのジョークはホームね。山ね。バムスコイヤーね。頑張ってください。はい、素晴らしいスタジアムでしたね。まあ引き分けでね、まあ残念であり惜しくあり、まあでも本当に負けなかったっていうのがね、本当良かったと思います。次はあれですね。キックオフパーティーが月曜日にあるんで、そこへ行ってきたいと思ってます。ホームの開幕は僕ちょっと子供の応援があるんでね、行けないんでね、あとは皆さんに託します。さあ帰ります。深夜の3時に無事、荷下ろしの方は完了しております。次の日がね、練習試合ということで、山本トレーナー、それから主務のね、谷口さんと一緒に荷物を下ろしたんですけれども、次の日はね、ビアティン・ミエとの練習試合がありました。で、さらにね、その翌日のキックオフパーティーの模様をこの後またご覧ください。いや、ラッキーなことになんか素敵な方々と一緒でございます。後ほどまたお願いします。今日お願いします。ザース。はい、じゃあカターレスーツに身を包みまして、行っていきたいと思います。ファンカーの時はね、去年のスポンサーさんでユニフォーム作ってるんでね、初めて本ちゃんのユニフォーム、ホーム見ました。カタールスーツ、海の親、モストさんです。カタールスーツ、お願いします。どうも、お茶さんです。明けおめです。初勝利、来週か。あ、そうそう、今週ね、今週、ね。貯めてるんで。貯めてるんでね。寒かったですけど、寒かったですね。2日っていうか、2回続けて寒いのなんのみたいな。はい、これだけで先から来てるのが多分、はい、まあいないだろうな、はい、いないです今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。オフィシャルスーツを制作されておられます、富山市内のザ・モストさんからの黒部からの贈り物、茶山社長でしたね。サポーター仲間の KG 小林さん、さあここからキックオフパーティー始まります。まずはですね、ディープブルーの女の子のダンスから始まりまして、それから選手紹介ですね、背番号順に選手が紹介されてました。はい、でスタッフのね、皆さんも
紹介をされて、最後にですね、小田切監督が入場をして、挨拶が始まります。この日のね、乾杯の日本酒はホーム会場でも販売があるみたいなので、美味しかったので、ぜひ、機会あれば皆さんも飲んでみてください。教科部長の遠藤さんですね。今、瀬さん、みっけ。パンカンでお会いできなかったんで、書いてほしいと思ってきました。はい、お願いします。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。パンカンからの、はい。あと、揃ったよ。はい。はい。イエーイ、大地くん、今年もよろしくお願いします。動画見てくれました？本当かいな。なんて呼んでるか知ってますか？はい、大地くんのことなんて呼んでる？すいません、わかんないです。ほら見てない。ダイヤの原石、今年は磨いてダイヤになるぞって勝手に言ってるんで、はい、よろしくお願い。まあでも光ってますけどね。よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします、ね、みんなのために、自分のために。でも自分のために頑張って。そうですね、優しいとこあるから、ね、もう自分のためにガンガンいってね。お願いします。どうぞ。はい、よいさんでーす。イエーイ。はい、ぐちゃあけおめー。はい、みんなでいつも応援しますよ。はい、どうぞ。お願いします。はい、明けおめでーす。当日司会をされておりました大阪さんですね。ここにもイケメンがイエーイ。チームカタール選手の皆さんはね、もちろんなんですけどもね、普段裏方だったりするんで、スタッフの皆さんとも楽しく話せました。今年もよろしくお願いします。からのね、今回のキックオフパーティーの最後のミッションですね。どうもファンカン、忙しかったもんね。はい、みんなに、そう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 、あのね、あのおじさん冠スポンサーしたんですよ、はい、で、なんと高橋さんに会えなくて、みんなにサイン書いてもらって、僕最後の一人が高橋さんとなりました。いいね、プレー。いい選手取った。遠藤さん、いい選手取った。ここはいい選手。というわけで、ここにサインを入れてもらってもいいでしょうか、はい、お願いします。どうぞ。あ、もうお任せします。33が入りました、ありがとうございます。これでほぼコンプリート。さぬき戦でサインもらえなかった18番川西君がいないから全員取れました。ありがとうございます。いい選手。はい、いい選手。じゃあ、ありがとうございます。OK です。社長、こんにちは。いや、俺、ヨシキンのおじさん。ヨシキンのおじさん、俺さ、2001年、2年あたりの、はい、俊介見てるみたいな。いや、髪型といい、ね。髪型といい。あとね、左のね、はい、ボールのトラップからね、はいはい、自分でドリブル入れてみる。はい、最初のなんかまったりした感じ。いやもうこのまったりした瞬に似てんだ。プロをもうずっと見てきた社長がそう言うんだから、今年大ブレイク間違いない。でもなんか意識してる。いやでもずっとちっちゃい頃から動画とか見たり、左とかなんか肩の入れ方とか似てるよ。キックはもうずっと前だよね、だよね。左とも社長だけに左をちゃんと見てる、ね、左足を。いやなんか撮ってる。いや撮ってました。これ撮ってよかったですよ。いい選手をどんどん揃えて、はい、社長これで全部揃いました。あ、去年の選手が、はい、でこれでミッションコンプリートなんで、もう気持ち新たに、あとはもう連勝街道まっしぐらで、はい、ぜひまたよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。どうもです。ありがとうございます。はい、カタール富山のスーパーレフティー高橋くんからの左友社長、そしてグッズ販売担当の純子ちゃんでございます。じゃんじゃんじゃん、はい、ひとしさん、イエーイ。で、富山県から出向でカターレにいらしてますひとしさん。で、僕の動画といえばこの人ですね。じゃん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 。おはようございます。トゥトゥトゥイノーバーミーゴね。ノーバーミーゴ、ノーバーミーゴはメズボのみでしたね。今年からね、通訳でやってきたガブリエルさんでございます。選手のね、ガブちゃんと同じ名前だよねっていうのをちょっとポルトガル語で冗談で言っております。カターレの会に来ていいことありました。新しい先輩見つかりました。前田さん、え、嘘、30、え、
はい、前田河原工事店仲良くしましょう。前田社長ですね。ついてこう。地元が近いってことでね、SNS も見てくれてる、そうでお声掛けいただきました。これからもよろしくお願いいたします。本日はお忙しい中パーティーにお越しいただき誠にありがとうございました。はい、最後にですね、小田切監督の J2 復帰、J2 昇格に向けたね挨拶がありまして、選手の方は、宴を離れていきました、本当はねもっと選手たくさん喋りたかったんですけれども、まあ時間に限りがあったりとかですね、以降で最低限の目標がありますね。こうやってね、まあ、僕のことしてて頭下げてくれる選手もいますし、初めましての選手もいたりしたんですけれども、去年ねファン感謝祭でこのスタッフの皆さんも含めた全選手にサインをいただいたんですが、足りてなかったね、今瀬さんと高橋くんのサイン、これはねミッションコンプリートでサインいただいてきました。はい、こういった感じでですね、普段は一サポーターとしてお邪魔したり、まあスポンサーとしてお邪魔したり、スタッフとしてねお邪魔もするこのカタールというものね、愉快な仲間たちとの楽しい集いでございました。はい、最後はですね、お土産をお預かりしまして、カタールと山2024キックオフパーティー完了でございます。キックオフパーティー後はですね、私のアミーゴ2人が、実は選手の皆さんね、我々スポンサーのねお相手をするのに食事をしていないってことだったんで、まあ新年会を兼ねましてね、ガブちゃんの歓迎会をしてまいりました。場所は富山市内のジラソーレさんですね。まあね、もうこれからね連戦が続くんで、ちょっと短い時間でしたけどね、久しぶりにね会えて楽しい時間でした。はい、というわけでですね、今週土曜日ですね、カタール富山のホーム開幕戦が県総で行われます。ぜひ会場へ行っていただけると嬉しいです。それでは JN カージン TV 長谷でした。ではでは。